BM はそうですね、私たち BM は江南大学の、文化会ジャズ研究会っていうところに所属しています。ジャズ研究会って実は、兄弟バンドの NP と私たち BM と2つバンドあるんですけど、でその兄弟バンドの NP も実は今日別のところでちょっとライブをしてるという、なんたらブッキングだという感じなんですけど向こうも向こうで頑張ってるそうなので、ちょっとこちらも負けじと頑張りたいと思ってます。ではね、みんな頑張ってよね、みんな硬いよさてさて、じゃあ準備できたんで次の曲いきたいと思います。それでは参りましょう、アウトクドックハウス。
33人いるんで、もうほとんどほぼ毎曲入れ替えを行っておりまして、ちょっとこうやってわちゃわちゃしてるんですけど、こんなわちゃわちゃしてる感じでいつも練習も楽しくわちゃわちゃしております。でちょっと人数多いんで、本当はちょっと一人一人本当に個性あふれるので、ぜひ紹介したい人たくさんいるんですけど、ちょっと一人一人で紹介しちゃうとちょっと今日のライブ終わっちゃうんで、今日はちょっとパートごとにちょっと紹介させていただきたいと思います。ということで急遽始まりましたパート紹介のコーナー、イエーイ。というわけでまずは、サックスパートからいきましょう。ゆうじくんお願いします。変わってまいりました、サックスパート1年1回生の新規です。よろしくお願いします。我々サックスパートは、アルトサックスが4人、テナーが3人、バリトンが2人の計9人で活動しております。練習もですね結構、賑やかで、結構笑顔が絶えないパートになっております。本日はどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。サックスが確か今年入ってきた、その私1年生とかに新しく BM に入ってくれたメンバーの中でサックスが一番多くて、私去年から BM 立ってるんですけど、ちょっとメンバー覚えるのちょっと大変で、ちょっと頑張って今覚えていってます。ちょっと頑張って覚えるね、早く。さあというわけでちょっと今パート1つだけにして次の曲に行きましょうか。というわけで次の曲いきましょう。 Make up your mindトロンボーンの、吉田みやび。
ャムってご存知ですか？と 国際ジャズオーケストラフェスティバルっていうあの正式名称なんですけれども、この、大会すると 山梨県の方である、9月上旬にある大会なんですけど、実はその大会の課題曲になっておりまして、私たちも大会に出場することになりましたので日々練習しております。でなんとなんと実はその大会で私たち、なんと、あとツイッターでちょっと電話する人も存じてる方もいるかもしれないんですけど、私たちなんと初日の一番なんですよ。イエーイ、バカ緊張してます。はい、バカ緊張してるんですけど、あのせっかくの一番の貴重な機会なので、あの頑張りたいと思ってるのは、9月の9日金曜日の一発目は山梨ですけど、ちょっとあのお時間ある方、お金に余裕がある方、ぜひお越しください。あのちなみにあの本日あのご一緒させていただいているあの SO さんも同じ、9月9日ヒート出場しているので、ぜひぜひ合わせて見ていただきたいなって思います。さてさて、じゃあパート紹介第2弾いきましょう。というわけで次はじゃあトロンボーンいきましょう。宮田さんお願いします。はい、こんばんは、 BM のトロンボーンパートです。私たちは、女子5人で、マイペースに活動しております。簡単ですけど、まあ、1人ずつちょっと軽く紹介をします。私は3回生パートリーダーの吉田雅です。よろしくお願いします。5学年バンマスの3回生福井さつき。2回生吉川美咲。授業が忙しい中来てくれました。それから、今年は1回生が2人入ってくれまして、1回生、青瀬理子。趣味のアイススケートでちょっとテレビ出演を働いてくれて幸せな姿を届けてくれました。で、同じく1回生の野村達希。初心者ですが、演奏も先ほどのネクタイ結びもすごいミキミキと上達しております。こんな感じで、全員ジャズは未経験なんですけど、マイペースながらも楽しく演奏させていただいております。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この子は全員女の子で、なんとも可愛く愛らしい本当にパートナーでしょうと、いつも思い出がほのぼのしております。もし男の子興味ある方、いつでもウェルカムです。それちょっとトランペット一旦飛ばして、さっきリズムパート紹介したいんですけど、ちょっと裏話があって、ちょっと私これ MC してるんで、誰かちょっとリズム隊代わりに紹介してほしいってお願いしたんですけど、全員拒否られて、そんなに嫌かと、そんなにパート紹介したくないのかと、私はこうやって頑張って MC してるのにっていうちょっと思ってます。というわけでちょっとリズムパートは私なんですけど、ちょっと紹介させていただきます。1年生が今年4人新しく入ってくれて、プラス2年生も新しく2人入ってくれて、現在計9人で活動しております。でなんとその1年生、2年生も含めですけど、ほとんどの子が楽器経験ある人たちばっかだったので、すっごく心強いですね。なんかそんなにリズム隊寂しいねんけど。まあまあそこは置いてる。普段は本当にみんなわちゃわちゃと仲良くやってるパートナーで、決して仲悪いわけではないよね、ないと思います。はい、願っています。さあ、というわけでじゃあ次の曲いきましょうか。では次の曲いきます。モロッコ。
ましてではお送りいたしました。モロッコ、ソリスト紹介いたします。アルトサックス、古谷雅夫。イエーイ。さて、それでは大トリに残しました最後のパート参りましょう。まるお願いいたします。あ、まる向こうか。あ、ごめんよごめんよごめんごめんよちょっとせっかくなんでね、ちょっと面白いこのサックスじゃないわ、トランペットには多分何か面白いことが聞けると思うのでぜひご期待ください皆さんこんばんは。江南の藤井聡太こと丸橋正人がお送りします。よろしくお願いします。まず軽くトランペットの紹介から。BM トランペットは全員で8人います。でジャズ経験者はたったの1人という。でまさかの楽器大学から始めた人も3人で、他の楽器やった人が2人で、ほぼトランペット初心者の状態で皆さん入ってきて、でお聞きのようにもう皆さん頑張ってね、もういい演奏を楽しく届けようというパートでございます。そして皆さん気になっているでしょう、 You はなぜ BM に反対ニューウェーブから江口たもん。ニューウェーブの皆さんとかいっぱいいますけど、これはコーナーに入るっていうことでいいですかね。違いますタモン君は江南大学の文学部で、ね、江南ジャズ圏ではないんですけれども、まあ、特別に練習場所を貸しているその練習場所代といいますか、それの支払いということで今日はねトランペットに乗っていただきましたっていうと、あと反対さんと対バンということで反対側の方をね招いたら面白いかなっていうことでいっぱい活躍してもらってありがとうございますという江南と反対は今後有効な関係を築きたいのでタモン君という、ね、架け橋を我々は持ってますので、これからどうぞよろしくお願いしますということで、トランペット兼サモ君の自己紹介でした。で、本当になぜいるんだと思った方もいるんですけど、本当にありがとうございます。来ていただいて、本日は今後とも江南BMとよろしくお願いいたします。仲良くお願いいたします。さて、じゃあもう準備もできているので、次行きましょうか。と言いたいんですが、実は次が最後となりました。はい、ありがとうございます。もしかするとあるかもしれないですね、何かが。はい、というわけでいきましょうか。最後の曲、サードゥーク。
それではちょっと次の準備をしている間にちょっとライブの宣伝でもしましょうかね。先ほどもお伝えした通り、9月の9日ステラジョム私たち出場いたします。9月の9日一発目ですので、ぜひお時間とお金に余裕がある方ぜひお願いいたします。そしてもう一つちょっとだいぶ先になるんですけど、10月16日に私たちの定期演奏会、いわゆる定演ってやつですね、を開催いたします。10月16日と金のフレッシュマンラブ、金のフレッシュマンライブっていう題名でやらせてもらうんですけれども、私たちだけでなく同じく兄弟バンドのニューポートジャズオーケストラのみんなとも一緒にやらせていただくので、よろしければ皆さんお時間空けておいてください。その他にももし出演情報とかございましたら、私たち公式 Twitter と公式 Instagram がございますので、ぜひフォローしてその情報をゲットしてください。それでは最後の曲に参りたいと思います。最後なんで、次こそ本当に最後なのでソリストをお先に紹介いたします。オントランペットの丸橋正智、テナーサックス桐山花、短い間ですか、ありがとうございました。ビッグマウンテンジャズオーケストラでした。ぜひ最後までお楽しみください。それでは行きましょう。 It don't mean a thing。
んで、ぜひ最後までお楽しみください。ありがとうございました。
初めての出会い、初めてのときめき、初めての初めての初めての台湾だ。まるで俺たちスイングアゲドオーケストラ。ということで、今回の台湾後半セット担当いたします、我々大阪大学スイングアゲドオーケストラです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。クリティカルマスという曲でストリストをご紹介いたしましょう。オンアルトサックス太田伊代、オンギター深作高生、半大にはですね、先ほどは江南のビッグマウンテンジャズオーケストラで、ビッグバンドが演奏されたと思うんですけれども、今回は半大の専科系のオーケストラということで、軽くこのバンドの紹介をしておこうかなと思います。このバンドはですね、反対の、もう一つ、ニューウェブジャズオーケストラという歴史の長いビッグバンドがあるんですが、それとはまた別のもう一つの一部バンドとして活動しているバンドになります。なんですが、昨年度は、コロナ禍の影響で、先ほどのビッグマウンテンジャズオーケストラのようにメンバーを固定せずに入れ替え制で活動しているバンドだったので、今回のように固定メンバー制のバンドとして外部演奏するのはなんと2020年の12月以来というね、ものすごく久々の対バンなんですね。なんでちょっとこういう風にこの満員のお客様の前でやるときの本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、このバンドの特徴がオールジャンルの曲を演奏するということ、スイングアゲオーケストラって言ってるんですけど、スイングばっかりやるわけじゃないっていう、さっきのクリティカルマスっていう曲もスイングというよりはどっちかといえばパンクに寄ったようなちょっと変わった曲調の曲だったと思うんですけど、そうした選曲の幅広さも楽しみいただければいいなと思います。さて、そんな説明を軽く挟んだところで次の曲に参りたいと思います。今度はですね、ピアニストが作曲したビッグバンドの曲になりますので、全編ピアノが活躍しております。舞台のこちら側のお客様から見て左側ですね、ぜひご注目していただければと思います。それでは聴いてください、シンキングフィンガー。
シンガーズをお聴きいただきました。それぞれご紹介いたしましょう。まずオンピアノフォルテ、もうソロといえばもうフィーチャーですね。オンピアノフォルテ田村美斗、そしてオンサランベット藤井奏太、オンドラムス畠山玲奈。さて、そうですね、そう、この SAO2022 はですね、よくよく見たら若干メンバーが入れ替わってることに気づくかなと思うんですけど、総勢20名のちょっとビッグバンドとしては大所帯で活動していますので、今回ちょっと初めての対バンということで軽くメンバー紹介をさせていただこうかなと思います。まずはトロンボンパートからいきます。はい、そうですね、オリバーの人戻ってきてください。皆様から見て右側から順番にご紹介していきます。まずバストロボン黒田翔馬、はい、同じく高野隆二郎、ポテクナトロボン谷口由加、同じく島地高生、そして津山夏樹、トロンボンパートはこの5人です。1年生、1回生と3回生しかいないパートなんですけれども、その割にはすごいなんか一体感があって毎回なんか仲がいいなって見るたびに僕はすごいほっこりしてしまう、そんな癒し系パートでございます。続いてサックスをご紹介いたします。こちらも皆様から見て左側から右側、皆様から見て右側からご紹介していきます。まずモンテナサックス鈴木萌で、オンバルトサックス橋本日香、コマサックス平井一華、コマサックス東野ルーカス、同じく大谷陽、同じくオンコマサックス東正幸、セオンサックスパートはこの6人です。そう、楽器の種類といい、通ってる学校といいね、学年といいね、この SA の中でもパートとしては一番バラエティに飛んでるパートなんじゃないかなって思っております。本人がどう思ってるかちょっとわからないけど今なんかざわついてますね。トロンボーンとサックスをご紹介いたしました。残りのメンバーの紹介の情報を楽しみにしていてください。さてですね、今日7月10日ということで何の日か皆さんお分かりになりますでしょうか。七夕。ちょっと遅い、ちょっと遅いな、惜しいな。あのすぐ前にあの選挙ポスターとか貼ってあって、今日投票日でしたよね。参議院選挙の投票日だったと思うんですけど、あの我々こんなピッチャー回復してきてますけど、そういう思想を持った集団って一切ありません。真っ赤ですけど、真っ赤ですけど大丈夫です。で、もう一つ何の日かというのがありまして、あの関西の学生バンドが今日対バンをめちゃめちゃしまくる日なんですよね。京都三大学での対バン、兵庫三大学での対バン、そしてここの元町ゴルベでの対バンっていうね、3つの対バンが同時に行われて、しかもあの僕三重県出身なんですけど、あの地元の東海地方の愛知県でも今日対バンやってるっていう、なんか全国どこでも対バンやってんじゃないかこれみたいな、ジャズで言っていいんじゃないかっていうぐらいの日なんですけれども、その中でもあえてねこの元町ゴルベに来てくださった皆さん本当にありがとうございます。心から感謝しております。オールウェイズっていうと僕の中では個人的にちょっと思い入れがあるライブハウスでして、僕が一番初めてビッグバンドの生ライブを見たのがこのライブハウスなんですよね。あの菩薩版っていう主催の人たちが全力で企画して、めちゃめちゃここになんかスライドとか出して映像流したりとかする、めちゃめちゃ気合いの入ったビッグバンドを見て、あ、これ見てジャズやろうって僕思ったんですけど、でそんな見に来る側としてこのオールウェイズに来て、今回やる側として戻ってこられたというのがすごく自分としては感慨深いので、なんとなく今喋りながら弾きながらしんみりしておりました。で、ちなみになんですけど、今回お客様の中で初めてこういうジャズのライブハウスに来られるような方どれぐらいいらっしゃいますか？お、結構、あれ？結構いるようで、なんか嘘ついてる人も一部、あれ？なんか両手上げてる嘘つきがいる。じゃあですね、必要ですね、今日かな。初めてライブハウスでのバンドしたことは、今回がライブハウスでまだ初めてだっていう SAO の人、どんがいます？お、いっぱいいますね。そうです。そんな初めて尽くしの対バンです。もう、まったり行きましょう。まったり行きましょうということで、続いてここでちょっとバラード曲をお届けしたいと思います。聴きください。ムーンブロー。
リストの紹介いたします。まずオンボーカル鈴木萌え、そしてオンテナサックス平井一華、そう、先にテナサックスって言ったけどなんでマイク持っとんねんって話なんですけどまあ持ちたい時もあるやんありがとう、毎回してくれて。そう、彼女はですね、テナサックスとして SD を呼んでくれたんですけども、実は本業こちらのジャズボーカルということでですね、はい、もうこれをやってもらえない手はないということで、何としても SD でも歌ってもらおうってこっちがありがたい限りです。本当にめちゃめちゃボリ押しして、ボーカル曲を入れさせていただきました。ありがとうございます。 で、 ですね、そんな風に神戸の話にちょっと戻るんですけど、僕と鈴木萌さん、あとピアノと田村萌、違う、まだ田村水戸、そう、ごめんなさいこの3人は、あと SEO でいうとトランペットの草木くんもそうなんですけど、6月の12日に神戸のハーバーランドで行われた春 JC スプリングジャズクルーズっていうジャズのイベントがありまして、そこにコンポ演奏っていう少人数の演奏の形で演奏出演したんですよね、はい、この4人でって形ではなくて、このボーカルの鈴木萌と僕ベースの大沢慎とピアノの田村水戸の3人とプラスあと3人の6人に当たった、そのボーカルのコンボと、あとこのピアノベースとトランペットの演奏を聴く、それからさっき演奏した BM コーナーのビッグマウンテンジャズオーケストラの2人と、2人か、とツッチーやろ、あ、そうや今日はあの反対のすみません、皆さんご存知のツッチーやろ、ツッチーやろの6人で出たバンドっていう風に本演奏をやってたんですけど、あの時どうでした？なんか、その通りすがりの人が自分の歌を聴いてるっていうのが緊張もしたけど、なんかめっちゃ嬉しくて、天気も良かったし、なんか音も抜けるし、なんか楽しかった、ね、なんか楽しかったですね。なんかあれやってからボーカルの裏でベース弾くのすごい楽しいなって。あら、そりゃ嬉しい。だからめちゃめちゃね、心が楽しいんですよ。あら、じゃあいっぱいやりましょうね。やりましょうね。いっぱい歌わさせてください。そんなわけでボーカル鈴木萌えでした。ありがとうございます。ここでお待ちかねかどうか分かりませんが、メンバー紹介第2弾に行きたいと思います。今度はトランペットから紹介していきます。同じく皆様から見て、あー戻ってこれない人がいる頑張ってきて同じくお客様から見て右側から紹介していきたいと思います。まずオントランペット坂梨山根、同じく辻かなた、そして足立和志、吉沢キック22のトランペットはこの4名です。そう、4人ともものすごく頑張り屋なんでね、合奏練習をいつもね、僕たちは週2回やってるんですけど、その時合奏体験になる時って、僕ドラマがいつもこっち側にいて、僕トランペットの親子見ることが多いんですよね。だからなんかトランペットの人が楽譜にめちゃめちゃメモしてある内容が見えたりだとか、めっちゃ頑張って顔真っ赤にしてるところが見えたりだとか、すごい、あー、この子たち今日も頑張ってるわって、なんか癒しになってるわですね。なんかどのパートも癒しポイントしか言ってない気がするんですけど、最後にちょっと僕の入ってるリズムパートを紹介しておきます。まずピアノホールで田村水戸、そしてオンギター深田光成、戻ってこれてるかな、ドラムパーカッション畠山里奈、同じく私です、大沢慎です今年の SEO 2022は以上の20名でこれからも活動してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんかここまで演奏曲よりもだらだら自分が喋る時間の方が長かったなってちょっと思いながらも、なんとですね、次の曲でラストになってしまいます。というよりも早く反応が来たら嬉しい、ありがとうございます。もうライブの最後っていうか、これが様式日だなって僕は思ってるので、もうなんかどちらのライブ行っても皆さんぜひって言ってくださいね、知り合いじゃなくて もうそれの方が多分出てる方が嬉しいと思うので、でもう最後、もうジャズライブの最後の最後なので、せっかくなんでちょっとスタンダードなジャズのナンバーで締めたいなと思っております。最後の曲なので先にショリストを紹介しておきますね。オンアルトサックス東野ルーカス、オンテナサックス東正幸、
本日はお越しいただきありがとうございました。最後までお楽しみください。It could happen to you。
たしました。準備整いましたかね。ちょっとその前に、そう、あのお気づきかと思うんですけど、あの頭の MC でスイングアーケードオーケストラって言ってるけど、私たちあんまりスイングしませんって言っておきながら、今回のセットリー、あの1曲目のクリティカルマス以外全部スイングっていう、あの冒頭で言ったこと自分でもう全否定していくみたいなことやっちゃったんですけど、ご安心ください。サイバーの、ね、熱い曲をお届けしております。 SEO 恒例毎年お届けしております。あの曲をアンコールとしてお届けしようかなと思います。まあ、皆さん準備いいですか？イエーイ、イエーイ、お、いいかな。いきますよ。では行きます。行くぞお前ら、バードランド。
今日チームアミューズオーケストラの演奏でした。本日はありがとうございました。